ポンコツゲーム実況へようこそ、Kです。今日はですね、モンストで覇者の塔の20回にリベンジしたいと思います。前回1ヶ月前いかないぐらい、3、4週間前、3週間、4週間前ぐらいに20回挑戦して、3面かな、ボス行く前のところで終わったんで、リベンジしたいと思います。今日はね、それを超えたいんだよね、なんとかね。でね、メンツをね、新しくキャラゲットいっぱいできたから、ガブ、ルシファー、ルシファー、レフレンドソンのアーサー、これでちょっといきたいと思います。いけるかな。まあ、とりあえずね、雑魚処理をガンガンしてた方がいいということなんで、バンバンいけるかなと思います。ただね、重力バリアがそういっぱい出ちゃうから、ここはだからね、結構しんどいよね。だからね、これはね、多分アーサー当てつつの植木つつのだと思う。で、1人ぐらい倒せるのかなと思う。よし、いやー強い、やっぱアーサーのこれレーザーが強えな。ルシファーはね、バリアが強え。多分これ朝あったもんね。とにかく雑魚処理をした方がいいですよって前ね、教えていただいてね、皆さんありがとうございました、本当にね。でね、雑魚処理先にした方がいいですよとか、あとは、何だったかな。まあ、いろんなアドバイスいただいて、今回はこのチョイスでね、行ってます。で、雑魚処理優先だから、多分、なんだっけ、友情コンボ。これはね、発動してた方がいい気がするんだよね。だから、どんどん友情コンボ出そうと思って。そうそうそう、ほらほらほら。やっぱ強えな、ガブリエル。これ友情コンボ出して、バンバン倒していった方が、多分いいんだよ。で、やっぱアーサーも強え。最強だ。あ、やべえ、すげえ、順調すぎね。やっぱこれが一番早いんだね。でね、ここで確かエッセンスを貯めた方がいいね。でね、ちょっといろいろ見てきて、ガブを倒すの2戦目かな。重力バリアが払えるじゃないですか、ボスにね、きっと。そこで、ガブで必殺技で倒す。バシ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 って。じゃないとね、多分きついと思うんだよね。だから本当は SS 貯めていきたいんだけど、これ貯めれる？これ。ちょっとうまく立て替えさせればいけるかな。アーサーに当てずに。はい。よー、いいね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 。これ多分ガブが食らうのかな。はい。まあまあ大丈夫、まあ大丈夫、まあ大丈夫。よし、あー、これは待って、これ縦にしたら当たる？ルシファーに当たりそうだよ。はい。おー、セーフセーフ。これでね、ターンを稼がないと多分やばいんだよね。そうそうそう。2個目で絶対にガブを使いたいからさ。ね、ガブだけどうしても使えるようにしておかないとね。これで時間を稼いで、時間じゃねえや、ターンを稼いで、行った方が絶対よね。お、いいね、いいね、これ順調じゃない？これでうまくやっていけば、ターン稼げないんじゃないの？やべえやべえやべえ、少し上に上がっちゃって。あー、危ない！よし、これで食らわずに済む。よしよしよし、ちょっとね、もうちゃんと今日は勝ちたいんだ。ちゃんと勝ちたい。だから今日はちゃんと勝つよ、本当に。本当にちゃんと勝つ。でも縦が難しい。当たっちゃダメだよー、危ない。もうとにかく、ちゃんと稼ぐ、ターンをね。ターンをちゃんと稼ぎましょう。はい。当たるかな、当たらないかな、よし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 。よし、しかも場所がいいね。ちょうど場所がいいね。すごく場所がいいね。アーサーも下で止まってほしいな。下で止まってくれれば、食らわなくて済むから。あ、やばい。これはもろに食らうところにいる。あーよし。これ、あ、横の方がいいな。横にしようかな。横にしようかな。はい。はい。いいね、いいね。これ結構いいんじゃないの？これで、ここで SS を貯めた方がいいってね、確か教えてもらったんだよ、これもね。だから、ここでターンを稼いでいこう。はい。あ、まあ、ガブなら届かないね。OK、OK、いいね。OK、いいね。いいね、いいね、いいね。でも、この状態だと2人食らうな。あんまり2人食らってほしくないな。倒そう。倒します。今2人食らってほしくないから。よし。で、確かこの次だよね。僕が負けたのは。確かこの次だったね。負けたそうですよね。ここ。そう、ここ。僕が異常に負けた。それは覚えてる。だからここは絶対友情やっぱ多発させるべきなんだろうね。あと忍者を先に倒した方がいいですよとか、いろいろと教えてもらったんだけど。やっぱり、やべ、少し失敗したか、これは。完全にミスとも。やばい。とにかく友情優先で、ガンガンやってこい。あ、待って、全然倒せない。やばいぞ、誰も倒せない。まずい、またまずい。待って待って、まずいな。またやばいな、これ。またいつものやつだな。うわ、ちょっと待って、どうしようかな。アーサーにやってんだけど、彼じゃ当てれないんだよな。とりあえずガブ、
お、マジか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 。それは良くないね。あ、やばいね。これまたやばいね。これちょっと待って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 。またやばいやつだよ、これ。アーサー当てる？それともガブ？ルシ、ガブルシ流線？ガブ、そうしよう。こうしよう。これで上に上がっていこう。スピードアップ。アーサーにも当てて。あ、くそー。やばいかなー。あはは、もうまたかよ。ちょっともう一回来るわ。もう一回来ます。はい、戻ってきました。どうしたらいいんだろうな。また負けちゃったな、ここで。やっぱ忍者を単発でいいから友情出すより先に倒した方がいいのかな。ちょうどいい場所にいるから忍者をここ倒そう。一体ずつやっぱ処理していった方がいいのかもしれないですね。まあ忍者倒した方がいいですよっていうのを教えてもらってたからね。それをさっき実行しなかった僕が悪いんですね。よし、次は行く。多分これで忍者一発で倒せるのかな。これマジか、お前なんで出んだよ。マジで、おい、マジか、どうすりゃいいんだよ。これ多分これガブ、これガブ、これガブでしょ。よし、本当は忍者先に倒したかったんだけど、しょうがないね。まあでも今回ダメージウォールのメンツだから多分大丈夫だと思うんだよね。で、重力ウォールも一人倒したでしょ。でこのレーザーがすげえ厄介だから、この左下のやつを先にやっぱ倒した方がいいのかね。で、アーサー焦りつつの下がりつつのルシファー当たるかな。やっべー、ミスったぜこれ。やべー、マジかー。あー、あー、あぶねえ、ルシファーでよかった、バリアがあった、よかった。よし、これもまずこいつ倒そう、先こいつ超やった。よし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 、今回いいんじゃないか。あとはボスだけだろ、強いのは。で、今回全員ダメージオールついてるから忍者は怖くない。そうだ、先に、そうか、ミスったわ。今回ダメージオールできたから忍者は別にどうでもいいかったんだ。ゲージさえミスんなきゃいけないからね。もう完全に僕の作戦ミスだね。よし、いいぞ。でもいい調子だよ。そしたらもうアーサーとガブ、やっぱ届くか分かんないけど、アーサーに当てて、どんどん。お、マジかよ。マジかよ、マジかよ。まあまあまあ、しょうがねえ。まあ、とにかくアーサーに当てていこう。やばい。で、ルシファーのバリアもなくなっちゃったんで、とりあえずアーサーの時はもう普通にこういくね。よし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 。よし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 。いいんじゃないか？とにかくアーサーに当てていこう。アーサーに。で、今回は光属性1体だから、前回2体できたんだっけ？ 1 体だっけ？いや、前回も1体だった気がするな。とにかく、そう。ダメージ食らわないようにした方がいいからね。そしてアーサーに当てておこう。アーサーに、これ当てるかな、ちょっと薄いかな、もうちょっとかな。はい、よし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 。おい、これは初突破。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。これハート取りたいね。アーサー当てつつ、これは初突破狙えるんじゃないか、ここの面。よし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 、やったぞ。やっとここクリアできた。よっしゃ、ボスまで来たぞ。これは前回は確かいけてなかったよね。いいんじゃないか。ただ次のここの2回目でガブを使いたいんだよ。そうだから、ここで10ターンとか稼いでたらやられる気がするんだよね。とにかくアーサー当てつつ友情出して、先に重力バリア倒さないと動けないからね。アーサーの方がいいね。ここでガンガーンってはまればいいのかな。はい、はまれない。ああ、そんなにはまれないね。よし、はい、とりあえずザコをどんどん倒していく。おっ、強え、え、強え、強え、なんかすげえ食らわせたぞ。なんでだ、よくわかんねえけど、ガブか。これは下くぐってアーサー当てつつのじゃないか。下張れるか、これで。あ、めかってもいいだろ、いけるかな。あ、いけない、いけない。やべえ、しくったけど、オッケー、しくったけどオッケー。弱点ちょうどサークルが当たったぞ。よし、これはいいんじゃないか。やべえな、こいつらの爆弾強えな。で、ここでできる限りターンを稼いだ方がいいよね。ハットリツね。ただこれ結構多分倒れてるからね。いや、ガブのこれが超強い、電撃が。電撃合ってる？めっちゃ食らうぞ、これ。よし、ちょっとここでターン稼ごう。少しずつ。上上がりつつね。次に、とにかく次にガブを使いたいんだよね。で、ハートも取ってっから行こう。これ離れてれば多分相手の爆弾も食らわねえべ。これハート取ってるから多分こうして。はい。あー、ちょっと待って、怪しい、怪しい。よし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 。いいんじゃないか、これは。今までで一番いいぞ。よっしゃ、今までで一番いい。今までで一番いい。もうこれハート取って次倒しちゃおう。だから、こうして、暴れろ。暴れろ。もういいや、キンハートしなくていいよ。あー、待って待って待って、ミスった。3ターン稼げばよかった。完全にミスった。でもガブのターンがいいんだ。あー、嘘嘘嘘嘘、待って。落ち着け、落ち着け。落ち着きましょう。うん、俺だけね。うん、俺だけ落ち着きましょう。はい。
次のガブ、あ、やべえ、次のガブで必殺技が使えねえ。これはまずい。これゾンビから先に倒した方がいい。確かあったから、ゾンビを倒しないと。はい。いやー、倒しきれねえ。アーサー当てといた方がよかったかな。完全にアーサー当てといた方がよかったな。ここだとアーサーに当てれないから、レシピは当てよう。やばいな。まあまあ、うお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 う。うおうおうおうと。うおうおうおうと。よし、ルシア当てつつの、ルシア当てつつのゾンビを倒そう。いいかな。よし。待て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 、どこ行くんだよ。やべえ、危ね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 え。危ねえ、よかった。これはもう完全にアーサーを当てた方がいい。忍者はとりあえず無視していいから、アーサー当てよう。いやー、待って、大丈夫かな。すげえ食らう。これがすげえ食らうんだよ。やべえよ、これ。ここで一発 SS 使う？アーサーしか動けないけど。アーサーしか動けないけど、一発 SS 使っとくか。一発使います。うん、アーサーしか動けないけど。いいよね。この角度で。アーサーだけでも暴れてもらおう。しょうがないね。使っとこう。いっぱいいるから。ルシファーは。いっぱいいるな。2体しかいないけど。せめてゾンビを倒す。おっしゃ、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないか。いいぞいいぞいいぞ、倒せたぞ。ゾンビも倒せたし、ボスも倒せた。よし、いい感じだ。ただこいつを倒すだけだけど、こいつの攻撃もすげえ食らいそうなんだよな。こんなの倒せるかな。いやー、勝てえ、こいつマジ勝てえ。やめてくれやめてくれ。おー、危ねえ。全員奇跡の避けた、避けたっていうか全員当たらねえっていう、奇跡すぎるだろ今の。よし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 、ガブの、よしよしよし、こいつ全然強いんだけど、大丈夫かな次。うわー、危ねえ、マジ危ねえ、危ねえ、危ねえ。ちょっとこいつやべえやつだな。こいつやばすぎるだろ、どんだけ危ねえやつなんだよ。とりあえず突破しよう。よしよしよっしゃ、よし、危なかった。強すぎるだろ、危ねえ危ねえ。これが最後だね、ここ最後だよね。よし、ここ最後だ。待って、アルシファーからか。もうこれ確かにボスに集中だったから、とにかく朝当てていこう。ガンガン必殺技出して倒そう。おい、マジかよ、お前なんでそっち行くんだよ。やってくれたな。まあいいや、よし、これでなんとか、これで暴れまくってみんなで倒そう。落としたりかな。弱点当てた方がいいよね。こんな感じ、こんな感じにして入ってく、2人の。いけるかな。よしよしよし、ちょっと周りの雑魚はいいんだよ、ほっとけって。あー、全然だ。周りの雑魚はね、異常に強いんだよね、これ。あっと、危ね、あ、危ね、よかった。あー、いやいや、よし、これは場所いいよ。これ場所いいんじゃないの。ここ弱点狙いつつの、レーザー効くのね。この雑魚も倒せるかな。よっしゃー、よしよし、勝ったぜ。やべやべ、宝箱宝箱。よっしゃー、やったー、勝てたー。うーわー、アーサー強え。こんな食らうんだ。レーザーがバーンやって入れれば勝てるんだ。やりましたー。強えな。てか敵が強え。マジで強え。まあまあ、よかったよかった。なんとか、なんとか勝てました。ありがとうございます。皆さんのおかげで勝てました。20回ね、とりあえず突破できたんで、よかったです。まあ多分21回からまたすごい強くなるって聞いたから、まあね。まあちょっと挑戦だけしてみようかな。まだいるもんね。まあできそうならちょっと挑戦はしてみたいと思います。ただいけるかどうかは、うん、です。はい。ということで今日は覇者の塔20回やってみました。ぜひぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。